ハドリアヌス帝時代のローマ帝国、トラキア属州はヨーロッパの南東部に位置する。帝政後期のトラキア管区の領域トラキア属州は46年にローマ皇帝クラウディウスの命で属国のオドリュサイ王国を併合して設立されたローマ帝国の属州である。国会沿岸地域でギリシアの都市国家軍が自治権を持つ同盟都市としてローマ帝国の支配下となっていく中、 トラキアのオドリュサイ王国は、紀元前20年に、ローマ帝国の属国となった。トラキア王、ロメトルセス3の死とローマ帝国への反乱の、失敗の後、紀元46年に王国は、ローマ帝国の属州として併合された。新たな属州は、旧オドリュサイ王国の領土のみならず、エーゲ海のタソス島、サモトラキ島、玉チェアダ島及び、マケドニア属州の北東部も含んでいた。 俗州の北部はモエシアに接しており、その境界線は当初ハイモス山の北側に沿っており、ニコポリスなどイストルムやマルキアのポリスなどの都市もトラキアに含まれていたが、2世紀までに境界線はハイモス山の南側に動かされた。現代のガリポリ半島にあたるトラキア・ケルソネスス半島は俗州総督の権限内には含まれず、ローマ皇帝の資料の一部として管理された。 属州の初めの州都はヘラクレアペリントスであり、総督もそこに居住した。トラティアは皇帝属州であり、初めは元首属事による統治が行われていたが、107年、もしくは109年以降は皇帝管轄属州総督が統治した。その他の面では、オドリュサイ王国時代の下部組織は放置されたままであり、徐々にローマの制度に置き換えられていった。 ストラテゴスを狩猟とした古い部族集団は主要な行政区画として保持されたが、いくつかの村は指導的位置にあった村にまとめられるか、もしくは近隣の都市の下に置かれた。1世紀中頃には、ストラテゴスは50人にも上ったが、都市及び都市に割り当てられた土地の全身的な拡大と共に減少し、2世紀前半までには14人に減少した。 136年には公的な行政区画としてのストラテゴスは全面的に廃止された。トラキア族衆はローマ帝国の国境からほど遠い帝国の内部に位置していたため平和と繁栄を享受していたが3世紀にはローマ帝国に動乱の時期が訪れドナウ川を越えてきたコート族による襲撃にさらされた。ローマ皇帝デキウス率いるローマ軍がこの侵略者に対抗したが 251年のアブリットスの戦いにおける敗北でデキウスは戦死した。268年から270年にかけてのコート族の海上攻撃においてトラキア族州は特に重大な被害を受けたが、271年にローマ皇帝アウレリアヌスがコート族を打ち破り、バルカン地方の当面の安定が確保された。ディオクレティアヌスによる行政改革の下 トラキア族州の領域は4つの小さな州に分割された。新たなトラキア族州の領域は、旧領域の北西部からなり、ロドペとハイモス山の間を流れるヘブロス川上流の谷や3世紀後半には、州都となるフィリッポポリスなどを含んでいた。トラキア族州は、湿生環級の総督が統治した。トラキアを分割して設置された4つの族衆及び、 モエシアを分割して設置された二つの属州は合わせてトラキア管区に分類され、さらにはオリエンス道に含まれた。軍事的にはすべての領域はマギステルミリトゥムペルトラキアスの指揮下に置かれていた。トラキア属州における名記司教としての司教管区一覧。ありがとうございます。